さあ、みさとちゃん、今日はですね、非常に楽しみな回でございます。お、何ですか？オーストラリア全土からですね、1万もの投票数があったコンテスト100 OG ジーンズオブ2022年、2023年を2年連続ナンバーワン受賞いたしました。こちら、グランダット・ジャックスジーンについてご説明したいと思います。素晴らしいジーンでございます。いろんなコンテストでもう受賞しまくっておりまして、賞を総なめにしております。世界的なお酒の品評会でございます。IWSC でもこちら金賞を受賞しております。イギリスだと思ったんですけど、オーストラリアなんですか？そう、だから結構珍しいですわね。何か違いはあるんですか？さあ、みさちゃん、今まで勉強してきましたけども、ジーンの原料といえば何でしたでしょうか？穀物。まあ、穀物になりますわな。そこでですね、さっちゃん、オーストラリアといえば何のお酒が有名でしょうか？なんとか大国ってよく言われるんだけど、ワイン大国でございます。はい、もうワインが非常に有名なんですね。オーストラリアはですね、ワイン用の、非常に良質なブドウがたくさん取れますといったところで、こちらのジンはですね、ちょっと珍しいんですけども、ブドウマルクを原料としております。ブドウの皮を使ったジンでございますといった特徴がございます。ジンといえば強いお酒というイメージが皆様あると思うんですけども、このジャックスジンはですね、そういった皆様の概念を変えたいという信念を持ってやっておられます。こちら非常に香水のようなジンと言われておりまして、まあ、ミサちゃんもね、ジンのピーピーとした感じはもしかしたら苦手かもしれませんけども、そんな方にぜひ飲んでいただきたいジンでございます。非常に滑らかで優しい口当たりと究極のフローラル感が味わえるジンでございます。もうミサちゃんどうだよ、この時点で飲みたくなってきたんじゃないでしょうか？はい、楽しみですね。楽しみでしょ。ただですね、ミサちゃん、こちらね、今までミサちゃんジンたくさん飲んできましたけども、酒軸史上最高額でございます。大体おいくらぐらいでしょうか？こちら500ミリですね。1万とか。おお、正解でございます。さすがもうミサちゃんは素晴らしいね今回4本ありますので、4万円です。それはすごいよね。なんで私今非常にテンションが上がっております。ジンも大好きだからね。しかもちょっとこれ事前に飲んだんだけど、めちゃくちゃ美味しいです。もうこれは私も自信を持って皆様にお勧めしたいなと思っております。というわけで、もう早速飲んでみたいところではあるんですけども、まあ、せっかくなんでね、ジャックスジンについてちょっとご紹介したいと思います。こちらはですね、オーストラリアのゴールドコースト。知ってますかね、ミサちゃん。聞いたことある。ねえ、いや、もう一回でいいから行ってみたいけども、ゴールドコーストはですね、クイーンズランド州にございます。そこで初めて設立された蒸留所でございます。完全なる家族経営でございまして、非常にね、小規模な蒸留所でございまして、グランダッド・ジャックスっていうお名前もですね、尊敬する祖父のお名前からお取りしております。マスターなんか、やっぱテンション高いですね。これはね、実は理由がございまして、このジャックスジンはですね、非常にね、評価が高いです。まあ、いろんなところがですね、うちで取り扱いさせてくれと、引く手あまたらしいんですけども、基本的にこちら家族経営でございますので、自分たちの理念とか、味に共感してくれたところとかにしか卸してないんだよね。なんで大手のスーパーとかは全部断ってるそうです。代理店もすごく選定してる感じなんだよね。なんとですね、世界でも6カ国しか販売されておりません。なかなかこれ飲めるもんじゃないんかったんだよね、今まで。で、この度ですね、日本の代理店でオーストラリアワインを主に取り扱っている代理店があるんですけども、ワインのね、仕入れとかでオーストラリアとかに行ってるうちにこちらのジャックスに出会いまして、まあ非常に感動されたと。で、なんとかしてうちで取り扱いさせてくれと何回も頼み込んだらしいんですよ。まあそういうこと現地まで行ってね、頼み込んだらしいんですけども、その情熱に負けて、なんと今回日本が7カ国目に選ばれたといったところでございまして、こちらに今あるわけですね。なので今回は私非常にテンションが高いと。現地に行かないと飲めないもんですからね。なんでこれはぜひ飲んでいきたいなと思います。今日はこれをね、みさちゃん全部飲みますよ。じゃあですね、まず1本目からご紹介したいと思います。グランダッド・ジャックスジンのグリーンハウスジンでございます。これボトルがまた可愛いよね。まあ、4種類あって、まあ、1万円するから絶対外したくないじゃん。今日の説明聞いてね、どれ選ぼうかなって思ってもらえたらいいんですけども、最初はねこちらがおすすめかなと思います。原料はもちろんさっき言ったようにブドウマルクが 100% なんですけども、ボタニカルがローズヒップ、レモン、マートル、グレープフルーツの皮、そしてなんといってもキュウリでございます。はい、こちらキュウリが入っております。まあ他のねジンでもキュウリ使っているところが結構多いんですけども、かなりねこちら全面にキュウリの香りが出ております。かなりトロピカルなフレーバーでございます。フレッシュな味わいを楽しむことができます。あと非常に飲み口が柔らかいので、ジンが苦手な方にもおすすめでございます。幅広い人に楽しんでいただけるジンかなと思います。飲み方としてはね、カクテルベースで使っていただければと思います。なんでグリーンマイルっていう名前なんですか？これがですね、由来がございまして、ジャックおじいさんはですね、晩年温室のグリーンハウスでトマトを栽培するのをね楽しみにしておりまして、まあ、そこにね近所の方とかジャックおじさんの友達がね、そのグリーンハウスにいつも集まってたらしいですね。まあ言ったら憩いの場だったわけです。でそこでワイワイ皆さんでお酒を飲んで楽しんでたところから、グリーンハウスという名前が名付けられました。なんで皆さんもこれを飲むときはですね、お友達とか呼んでワイワイ楽しんでいただければと思います。飲んでみましょう。最初ちょっとストレートで飲んでみようかね。うわあ、もう香りが、わあすごいね。みさちゃんどうぞ。いや、みさちゃん久々のジンだね。いただきます。あ、すごいすごいよね、香りが。うん、あ、キュウリ。キュウリの香りがまず最初来るんですけど、後からグレープフルーツとかローズヒップだったりの香りが後から来て、また鼻に残っていく。香水みたいじゃない？うんうん、そんな感じ。美味しい美味しい。今日はせっかくなんでカクテルにもしてみましょう。ジントニックをね作ってみたいと思います。ジャックスジングリーンハウスを30ミリ入れていきます。ヒーバーツイーとか使ってもらった方がいいんですけども、家飲みの方が多いと思いますんで、ウィルキンソンで使っていただいても全然いいと思います。こちら混ぜすぎないように、香りが高いんでパンパンに入れるよりもちょっと余白開けてもらった方が鼻に結構来やすいので、しっかりとライムを絞りまして、ピールをしっかりと。
グリーンハウスジントニックでございます、はい、この時点で香りがすごいよね。あ、甘い。やっぱキュウリいます、うん、青臭さがないというか、すっきりさっぱりしてて、まあ、非常に美味しかったと。僕も飲もうかな、まあ、僕はジンにはうるさいからね、厳しく判定します。おお、あ、キュウリすごいね。ゴリゴリキュウリじゃん。思った以上にキュウリだけど、全然嫌な感じがしない。そしてやっぱこう原料がブドウマルクだから全く癖ないね。わあすごいわこれ。美味しい。ジントニックいただきます。これはうまいわ。いや、キュウリ出るね。多分キュウリが嫌いな人も飲めちゃうような感じがするから、うんうんうん、バランスがめちゃくちゃいいね。これは初めてぐらいかもね、ここまでキュウリが来るのは。これは飲んでもらいたいな。めちゃくちゃ美味しいね。結構お金かかってるわこれ。こんだけ繊細にできるのは。さあ、というわけでみさちゃん2本目でございます。グランダットジャックスジン65マイルズジンでございます。赤もかっこいいね。こちらがですね、グランダットジャックスジンの代表的なボトルでございまして、ずっと1位取ってるのがこちらです。はい、度数が高いです。グリーンハウスジンは 37.5 度でございました。でこちらはですね、57度ございます。みさちゃんもやっぱ57度と聞くとちょっと身構えてしまうというか、うん、いやちょっとこれ強いんじゃないかと思うかもしれないんだけども、度数の強さを上回る香りの強さというのを感じてもらいたい。これは僕もね、飲んだけど衝撃だったね。使われているボタニカルはシナモン、クローブ、オレンジ、スターアニス、カルダモンです。なんか結構スパイシーですね。絶妙なハーモニー、ブレンド感がですねございますので、こちらもぜひ楽しんでもらえればと思います。なんで65マイルって名前なんですか？これはまたね、ジャックおじいさんの逸話がございまして、14歳にして家族全員のね面倒を見ないといけなくなりました。なんと毎日65マイルを自転車通勤してたらしいです。104キロですね。家族を守るっていう強い精神と責任感、そちらを表したジンでございます。不屈のジャックおじいさんの魂がここに宿ってますから。飲み方としましてはやっぱりカクテル、まあ、ジントニックとかジンバッグが非常に相性がいいです。非常にね、度数が高いので、このジンがわずかな量でもしっかりとね香りとか味を感じることができますので、まあある意味コスパは高いかもしれないなと。あ、まあだから20ミリとかで作っても全然いいんでね、まあ、ただ今回は30ミリで作りたいと思います。うわすごい、もうスパイシーだよこれ。これは絶対美味しいわ。いただきます、はい、すごい。あ、シナモン結構スパイシーな感じが、ちょっとピリッとする感じ、癖がある方。まあそうだね、癖はあるね。これはジントニックの方も飲んでもらいましょうか。やっぱりスパイスのスカッとした感じが、うん、食中酒としていけそうな感じ、うん、では私もいただきます。男性向けかもしれないね。いやもう最高に美味しいこれ。いやこれめちゃくちゃ美味しいな。しかもね、あんまり今までなかったジンなんだよこれは。スパイシー寄りに結構ガッツリやっちゃってるところはあるんだけど、これバランスが本当に良くてね、ダントツ美味しい。度数の高さももう最高だねこれ。ストレートでも大好きですこれ。一生飲める。じゃあジントニックでもいただきます。ピリピリするもんね、スパイスの香りが、うんうんうん、これぐらい吹っ切れてくれた方がやっぱいいわ。あーまたこれ不思議。いやうまい。最後にスパイスバッてくるね。これコーラ割りとかうまいんじゃない。コーラちょっとやってみようか。これね、コンテスト勝てる理由がわかるわ。これはやっぱもう個性際立ってるね。オレンジジュースとかで割っちゃうとちょっと厳しいかもしれないね。レモンがっつり絞っちゃっていいと思う。ジンコークだね。だから色もあっていいね、なんかこう。あー確かに。あーあれクラフトコーラみたいな味なのかな。甘みが抑えられるっていうのは大きいんじゃないかな。スパイスが結構入ってるんで、その分の風味がしっかり残る、うん、いや激うまだよこれ。いやだ、普通のコーラがこんな味になるとは。これおすすめです。男らしい男どもに捧げる一杯でございます。ではみさちゃん、3本目のグランダットジャックスジンでございます。こちらトゥーペンシルズでございます。またこれ青が可愛いね。今までの1本目2本目とは違います。グリーンハウスとか65マイルズはカクテルとかに使ってもらう感じだったんだけども、ストレートとかロックとかで飲んでいただくジンでございます。ボタニカルはですね、なんと1種類だけです。ジニパーベリーだけです。ジニパーベリー 100% のジンでございます。ジン本来の味を楽しんでいただけます。非常にねクラシックなジンでございまして、まあ最近のジンはね、もういろんなボタニカルが入ってたらようわからんとお嘆きの方にですね、こちらぜひお勧めしたいと思います。どうぞ。ちなみにみさちゃんこれ言い忘れてた。なんでこれね、トゥーペンシルズっていうかっていうとですね、ジャックおじいさんがまた出てくるんだけど、大きなね、鉛筆がありました。それをバキンと2つに割って、自分で自作して2本のペンを作りました。それを競馬場に持ってって売り歩いてたそうです。ジャックおじいさんはもう家族を守るためにね、そういったことまでしていたと。あ、ジンって感じ。あんまりこう推奨はしないけど、じゃあちょっとジントニックにしてみようか。はい。ストレートでいいかもしれない。いやでも美味しいわ。いや好きな味だね。イージンの共通点でもあるんだけど、この滑らかさの口当たりの良さね。いや美味しい美味しい。雑味というか、うん、そういうのがないですよね。そうだ、安い地雷酒にありがちなものは全くないね、うんうんうん、純粋に楽しめると思います。さあ皆さちゃん、楽しい時間はあっという間といったところで、最後のグランダットジャックスジンのご紹介でございます。アルビオンでございます。これはね結構変化球で最後に持ってきたかったんだけども、今回はちょっとねミサちゃんに先に飲んでもらってボタニカルを当ててもらおうと思います。ヒントとしては、日本人ならわかるかもしれない、多分全く想像しないボタニカル、それボタニカルで使うのっていうものが使ってますので、これはぜひ当ててもらいたいなと思います。ミサちゃんがどこまでいけるか。あ、わかると思う。でもさあどうだ。え、まあ、ジニパーベリーはもちろん入ってて、あと5個入ってます。
5個のうち1個でも当てたら大したもんです。下に若干ピッとしたのが残るんですよ。アルビオの特徴としましてはボタニカル由来の少しの塩気がね全体のバランスを引き締めているっていうのがあります。何の塩気でしょうか。これは日本人なら残念でございました。実際これはねわさびとか。あー惜しい。言いますよ。醤油。あ、醤油。コリアンダー、オリスルート、トキイロ、ヒラタケ、バジルです。そういう感じない。香ると感じる気がするんだけど言われてみたら確かに、そんな気はせんでもないかなと。味的にはどうですか。バジルの風味があるじゃないですか、多分残ってるんですよね、ちょっと複雑な味をそれでこう醸してるのかな。逆にでもトニック言われたらどうなのかな。あ、美味しいかも。ちょっとじゃあ普通に作ろうか。はい、じゃあちょっと皆さん急遽作りましたけども、ちゃんとした人気でございます。意外といける。ウルキンソンなんて甘いじゃないですか、それと多分塩味がいい感じにバランスよくなって、じゃあ結構面白いジントニックになった感じですかね。もしかしたらウルキンソンじゃないトニックだったらまたちょっとフィーバーツリーやってみる。はい、でこれね普通にフィーバーツリーなんですけど、多分メディタリアニアンで作った方が美味しいと思うんだけど、ちょっと今メディタリアニアン切れてるんで普通のフィーバーツリーで作ってみたいと思います。でも嫌いじゃんフィーバーツリーけど、なんかこれには合いそうな気がする。これがフィーバーツリーですね。おいしい。あ、ウィルキンソンよりこっちやと思う。てかそれ言ってしまうと今までのもそうかもしれないじゃない。さっき打ち消し合ったイメージだったけど相乗効果で、いややってよかったね。じゃあちょっと僕も飲んでみたいと思います。醤油じゃんこれ。いや先入言われてた。そっか言われなきゃったら何か。うまい。でもこれ美味しい。結構力強いね。でもわーこれは美味しいわ。これは完全にもうフィーバー3だね。ウィルキンソンの方だね。あーまあでもこれはこれで僕は好きではあるね。なんか甘みもいい感じに、で最後にちょっと塩味が来て、じゃあこっちフィーバーツリーのやつな。うまっ。あこれすごいね。ああミサちゃんが全部言ってくれたから、まあ僕言うことないけど。そういうことか。トニックの組み合わせとかでも変わってくるかもしれないね。はい、ということでミサちゃん今日はこちらグランダットジャックスジンをご紹介させていただきましたけども、いやどうでしたミサちゃん。楽しかったし、いや、ね、面白かった。面白かったね。僕もすごい改めて勉強になりましたし、ちょっとお値段はしますけど価値はあると思いますね。結構新体験というか、いや美味しかった。ちょっとねプチ贅沢とかプレゼントとかにもすごくいいかもしれないですね。ジン好きな方とかにもこれプレゼントしたらすごい喜ばれるんじゃないかなと思うので、さすがでございました。大体わかるけど一斉のでおすすめのやつを1本、僕の意見とミサちゃんの意見、多分ねイエツネ派とミサト派がいると思うんで、ちょうど1万円今手元にありますと、これどれか買ってくださいと言われたらどれか分かる。いせーので、おーグリーンハウス。女性はそうだわな。多分女の人は、女の人は間違いないこれだね。ちょっとフローラルな感じとか甘い感じとか多分好きだと思います。これ嫌いだって言ったら多分ジン飲めないと思うから。酒飲みはこれやと思う。酒飲みこれだね、間違いないね。で今までのジンはちょっとつまんないわと、でも新しいのが飲みたいんだ俺はっていう、そんな冒険心あふれる方にはこちらのアルビオン、これも美味しかった。でも、僕はこれ2番目ですな。ジン好きな人が好きな、好きなカクテルとかありましてもすごい面白いと思う。確かに日本的なジンカクテルも作りやすいと思うし、でもやっぱこれ僕ダントツこれだね。これはめちゃくちゃ美味しかったね。こちら概要欄にですねグランダットジンのリンク貼ってますので、そちらも覗いてもらえたらいいと思います。ちょっとお値段がネックだなって方いらっしゃると思うんですけども、なんとですねこの期間の間ですね Amazon プライムデーにこちら出品します。ちょっとお得に買えますので、その機会にぜひですね買っていただければと思います。ジンの可能性をすごく感じたな。やっぱジンといえばね、僕ロンドンジンが大好きなんですよ。ロンドンジンが大好きだと、色を認めんっていうタイプだったんだけど、オーストラリアだからやっぱワインで、ワインから来るブドウで、そのブドウの皮っていう、こうなんかこうやっぱストーリーがあってね。いやよかった。なんかオーストラリアに行った気になっちゃったね今日は。あいや行ったことないけどね、オーストラリア行きたいな。ゴールドコースト行きたいよ僕は。多分皆様ね1000本ぐらい概要欄からこれ買ってくれたら、多分僕ご褒美でオーストラリア行けると思うんで、ぜひ、いや分かんないけどね、まあ、ぜひ皆様ですねお試しくださいませ。はい、じゃあ皆さん今日もありがとうございましたということで、本日のお酒塾は以上でございます。またお会いしましょう。さよなら。